現役を引退して早2年、最近の体のケアの方はいかがでしょうか。全然体動かしてです。もうだいぶ運動不足です。どの辺に来てます。いや、やっぱりなんかお腹周りが一番気になりますよね。やっぱ皆さん一緒だと思うんですけど、はい、ここ今日はちょっと鍛えたいなっていう、はい、思いはありますね。はい、ザンチェ、どう、このコロナでの自粛期間。お腹ね、一緒、はい、それじゃあ、お二人にちょっと体を絞っていただきましょう。はい、頑張ります。はい、お邪魔したのは、1000円から始められるフィットネスジム、ベースワン紅葉店。最新のマシンを取り揃え、運動初心者もお楽しみいただけるスタジオやホットスタジオも完備しています。大丈夫です。正常、はい、新型コロナウイルスの感染対策もしっかりと行っています。なんで一人で。こちらマシンアフクタールとなっておりますので、お待ちください。ご利用される方にタオルをお渡しして、ご利用後にはそれぞれのマシンに置いてある消毒液で消毒をお願いしています。さあ、それではトレーニングを始めましょう。ここから、まずは自分の体重と重力を利用して腹筋を鍛えるトレーニングです。しっかりとまずは体勢を作ってお尻を上げます。ここから足を引き寄せて、これ見た目よりも相当きついですよ。反対のクロスで戻します。で、反対も同じように寄せて戻します。簡単そうにやってるけど絶対難しい。さあ、カズさん頑張ってください。まずかけて、はい、で右足を上に、でここでしっかりお尻が下がらないようにグッとお腹に力を入れます。で、足を揃えた状態でまずはまっすぐそのまま引きます。で、次左側行きます。クロスさせます。左、はい、グッと。この時お腹ですしっかり意識して戻します。さすがは元トップアスリート、余裕でクリアですね。おー、ちょっと待って、もう一度行きましょうか。まずグッとお腹です。で、このマシンっていうのが元々のこのお腹の腹筋にしっかりと力が入らないと体勢を作るのが難しいマシンになってくるので、やっぱりアスリートなので基礎がしっかりとできているので、とても綺麗な姿勢でできてました。褒められました。まあ、褒められて伸びるタイプなんで。やる気が出てきました。足が、足入らんわそれ、鼻じゃ無理。サンチが体験したのは引き締まったお尻を作るためのトレーニングマシン。グーッと下げて、しっかりグッと。サンチェ、自粛期間の運動不足か、それともお腹が邪魔なのか。お尻の穴キュッと締めます。フィットネスジムベースワンは広島市内で3店舗、無駄なくそれぞれにぴったりの料金プランを用意。そして有酸素運動やストレッチ、サーキットトレーニングなど、いろんなニーズに応える多彩な新鋭マシンが用意されています。ここまでは順調にトレーニングを消化してきた2人でした。
しかしトレーニングの最後にこの日最もハードなメニューが待ち構えていました。お腹部分を中心にした体幹トレーニングです。どうでしょう、お二人は。まだまだですね。まだまだ言われました。カズさん、サンチェ、お疲れ様でした。これからも積極的に体を動かしてくださいね。やっぱりカズさんは現役時代に積み重ねたものがたくさんあるので、ここに来ていただいてトレーニングやっていただいたんですけれども、やっぱり一般の方とは全然違うものを見れたのですごく良かったです。ありがとうございます。まだどうですかカズさん、まだ錆びついてはいなかったですね。そうですね、まだできるっていうところが今日証明されたと思うんで、ちょっと自信持ってこれからも生きていきたいなと思います。サンジェ君もやっぱりこれだけ体が大きいので難しかったと思うんですけれども、できることをしっかりと頑張ってくれたし、とても面白い姿を見せてくれたので、私もすごく楽しかったです。ベースワンの皆様、引き続き熱いサポートをお願いします。